おはたいクッキング、今日作るのは何ですか？アイスです。アイスです。アイスクリーム作れるんですか？はい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 。3等分ってどういう？ねえ、3等分ってどういうぐらい？何の？これ？ああ、これだから3個袋に分けて入れて。適当でいいよ。あの別にマンゴーの方が多い人がいれば、ベリーの方が分け分けして食べる。ベリーまだ？ちょっと待ってください。これベリーの方が多い人よ。じゃあそれは好きに入れてください。はい、マンゴーがもうちょっと。うん。頑張って。もうちょっと入れよう。さっきマンゴーだけ？違う。はい。河原先生、はい、作り方を教えてください。まず袋に、はい、あの、うん、フルーツを入れます。フルーツ、うん、冷凍ですか？冷凍ね、まあこんぐらい。もっと入れたの？多分それなくなんで、うん、あ、まだここあるからいいよ。入れて、入れたらどうする？入れたら普通に、入れたらジュースを入れます。ジュース、うん、ジュース、それで、うん、あのジュースを入れ、ご飯入れ、えらいってもね、ごはん。ジュース入れたら？ジュースを入れたら、冷やして、それで潰す、なんか。そう、凍ったら、もみもみします。そしたら？そしたら、シャーベットみたいな。で、完成？うん。何で見てんやったかな？なんかのテレビか。パパの入れます。動画か忘れたけど。どっち？パパの入れ。そう、入れてよ。いいよ、いいよ。入れてください。はい、これも。もうこの3つの袋に。あ、全部入れちゃっていいよ。まんべんなく入ったらいいから。あ、じゃあこれ3人のところで全部ね。何よ。こんなパパママのマンゴー入れてよ、さっきじゃ。そんな理解んの。だから順番に1個ずつって言ったよ、フルーツ。だからさっき大地がマンゴーやったらマンゴー全部入れて、つい小春がマンゴー入れて下げちゃうの？はい、怒られてない。あ、マンゴーが終わりました。はい、はいはいはい。じゃあ次ベリーも全員に入れて。ベリーちょっとだけ入れよう。いいやん、やらないやん。いいやん、ないし。はい、頑張って。こんだけでいいかな。で、ジュース、これはお願いやからママと入れて。ママ袋持つか、入れる。タイチ入れてくれん。あ、ほら一緒に持とうか、タイチ。うん。で、これはタイチ、はい、どれぐらい入れる？はい、タイチ持っといて。ここもうちょっと。じゃあ、もっともっと普通のジュースを入れてるだけだな。オッケー、すーとって。ちょっと待ってな、冷やしてきて。ちょっと待って、待って、もうちょっと入れる？これでいいか。本当にこれでいいの？で、これをめっちゃ平らにしなあかんってことで、こうやって冷やすんやって。ええ、ほんなら、シャーベットにこう揉んだ時に、シャクシャクってなるから、これを分厚くしたらあかんねん。こんなんできんの？こんなんできんの？本当に見たけど。やっぱり信じられないな。小春でいいよ。やっぱり大地もうちょっと入れたいかも。ちょっと待って、ちょっと待ってちょっと待ってください。大地それ開けたらこぼれるから、ちょっと待ってください。大地もうちょっといい感じだけど、もうちょっと入れる。はい、いい感じじゃん。薄なるんじゃん、うん、そうやで。それは自由や。でもまあいいよ。ストップ。ほんまにちょっともう結構ヨーグルト大好きやね。ヨーグルトっていいん、こんなん。これで一人だけなんか入れちゃうぞ。そうそう、これで冷やすから。笑てる。笑っとる。美味しそうよ。はい、こう、これ冷やします。あ、じゃあ冷凍庫で。そうそう、平らで冷やすは、こうじゃなくて、こう。あ、寝かしてな、うん、はい、じゃあ完成を待ちます。はい、わあ、止めて。じゃあ凍ってるん？凍ってる。あー、うぅ、自分でやる。ほら、ある程度崩したら無理っけやで。足りれる？うん、大きいのもんだ。もっと崩して。美味しいこれ。美味しい。あ、何？何？
はい、どうぞ。カルボ入れる？もうちょっと。いただきます。いただきます。パパ、どれが食べた？ヨーグルト以外。タイチであげて。ご飯も食べる？うん、コハルとタイチのやつ。ちょっとヨーグルト欲しい。いいよ。はい、欲しい。パイナップルシャーベット、ね、うん、なんかシャーベットになるらしいから、アイスみたい。ちょっとまだ粉々具合が全然大変かも。ヨーグルトどう？今ヨーグルト全部食べる。うん、おいしい。寒っ。サンマ。ん？ラズベリーめっちゃ入ってるとこ食べた。めっちゃ酸っぱい。めっちゃ寒い。これはちょっと食べてみてよ、これ。ほんまに全然ヨーグルトって感じないやんな。めっちゃ美味しい。あっさり。おいしい。ヨーグルトのアイス好きやけど、なかなか売ってないやん。じゃあ食べていいよ。うん。中は作りたかったんだよ。